もう俺はダメかもしれない。はい、どうもお久しぶりです、ジョシキンですね。久々のメインチャンネル、もうメインチャンネルってさ、もうほとんどねあれですよ、あのヨシキンが生きてるかどうかをね、この報告するだけのチャンネルになってきたようなところもありますけどね、ご安心ください、生きております。まあ生きてるんですけど、もうすごい体調悪くて本当にね、もう最近咳が止まんなくて、咳がで、まあ今までのその医者の流れで言ったら、もうホコリとか言うてた、あのダニとかのアレルギーとかね、そういったもんかもしれないって言ってて、まあ確かにホコリっぽいからもう掃除しないとって思ってね、もう時々もう掃除してるんですけど、キリがないんですよ、ホコリが。ホコリがね、絶え間なくね、降り注いどるんですわ。ホコリが。なぜならソフビとかいっぱいあるから、それ全部のけてやったらもう一箇所掃除するだけでもう一日終わるみたいな。大変なんすよ。本当に。もうそれで席がね、止まんなくて。だからもうライブとかも全然もうあれですよ。会員限定ライブはね、毎月2回やってるんですけど、もう席がひどくて。ね。大変なんす。でもうね、席が止まんないです。これも何もかも席が悪いんですよね。何もかもが。ね。もう大体席って大体もう語呂が悪いでしょ。席がつくやつにろくなやつがおらん。本当に。ね。誰かとは言いませんけど。大体席とかつくね、名前のね。まあこれ言うたらもう全国の席さんにね、戦えるかもしれんけど。ね。嘘です、嘘です。ごく一部の秋尾的な人とかね。もう席はもう本当にね、苦しいんですよ。ね。ただそれだけじゃないです。ね。いやもう久々なんで、もう本当にこれね、会社の愚痴のコーナーとかもう全てをひっくるめた動画になると思うんですけど、もうしんどいっす。本当にもう、前回の撮影もしんどかったわ。もうね、みんなにね、公開できないのがね、残念で仕方がないっす。もう、ヨシキンの見たことのないような姿が見れると、動画なんですけど、なぜまあそんなことになったかというと、まあね、まあ仕事で、まあ、YouTuber をプロデュースって、 YouTuber っていうか一つのチャンネルをプロデュースするような仕事になりまして、まあやってるんですけど、まあ伸びない、まあ伸びないわけですよね。伸びないわけですよね。まあ条件じゃない、原因はいろいろありますよ。もう自分でも分かってるんですね。まあ YOSHIKIN といえば大体一人でわーっと喋るタイプですけどね、俺が前面に前に立たずに、なんかこうメイン MC の人がいて、それで喋ったりするとね、流暢になんか面白いこと喋れるかって言ったらそうでもないと。ね。だから台本とか作り出して、それがうまいこと言ってないというか、台本を作らずに、なんか思いつきとか勢いでわーっと喋るタイプの YouTuber のね、ヨシキンが台本書くとまあ面白くないんですよね。いやいや、本当に。台本書くとね、面白くないんですよ。自分で言うのもなんだけど。なんかもう、それも一つありますし、なんかこう、なんだかんだね、その、自由にしてもいいみたいな感じでね、まあ任せられてるところありますけど、やっぱりね、企業系の YouTuber といいますか、企業の YouTube チャンネルなんで、どうしてもね、これはダメとか、あれはダメっていうね、声も届き、できないこととか多かったり、ね、あるんす、いっぱい。だからもう仕方なしにね、あれですよ。だからそうそう。だからメインのその MC もね、もう、ピチピチギャルなわけですよ。ギャルじゃない。若い女の子の MC でね、可愛い MC の女の子なんですけど、その女の子に、その俺のこのやりたいこととか、こういうこととか やってほしいって言うとね、これはちょっとっていうようなこととかもあるわけですよ。ね。これはあまりっていうね。だから、なんか今までみたいに、もちろんね、今までのスタイルなんかさ、任せられるわけないですよ。この人の悪口とかさ、愚痴とかさ、なんかそういうのをね、わーって言ってくださいとか言って。できないでしょそんなん。ね。そんな絶対、まあやってくれる人いないでしょうよ、そんなもん。ね。そもそも、編集できてる女の子なのに、編集できてる女の子にそこまで求めるなって話になりますやん。だから、まあそういった女の子とかでもね、なんか落ちたな。ね。マイルドな。マイルドで、なおかつ時間がかからずに、室内でできる、動画って考えた時にね、あんまりね、面白企画とかね、ないんすよね。ないんすよ。なので、まあ今後はもうね、
ヨシキン一人が出てくる動画とかも、まあ、週1でね、週3でやろうってか思ってるんで、もう最低度週3。ほんで動画1本もやっぱり10分以上はないとなーっていうのがずっとあって、短い動画ばっかりになってるんですよね。だから週に1回はもうヨシキンが出て、まあ、ヨシキンって言ってもヨシキンはね、あの、この姿ではもちろん出ないよ。もちろん。ね。あの、バレないように、まあ、自分の好きなようにやりやすいようにね、このスタイルとあんまり変わらないようなスタイル、プラス、いろんなところに出かけて、まあ、撮影してくる。一人で撮影してきて、みたいな、そういったコーナーも作って伸ばそうとは思うんですが、まあ、伸ばそうとは思うんですけど、もう現時点で全然伸びないんだよ。現時点で。まあ、再生回数で言ったらさ、まあ、よくて200回くらい。悪かったらもう100回、100回前後とか。ね。まあ言うても、でもね、冷静になって考えてみたら、あれですけど、セカンドチャンネルもね、だいたい平均ね、商品紹介とかね、今回のシールはとか言ってもね、200回くらいですよ。福袋とかやったらね、1500とかね、福袋の時だけドーン伸びたけど、まだ今こうなってるからね、セカンドチャンネル。ね。で、チャンネル登録者数も、セカンドチャンネルだけは、ちょびちょび伸びてますよ。ちょびちょびですよ。本当に。メインチャンネルね、もうね、動画出してへんから、こうだ、下がっとるでしょうよ。ね。いや、伸びないんですって。伸びないんですよ。ね。だから、なんていうの？メインチャン、じゃ、その、ね、伸びないんですよ。なので、まあ、俺が一番苦手とするようなね、企画とかも、本当はやりたくないんだよ。言うときますけど。その、企業でやってる、ね、大丈夫やな。企業でやってる方の、ね、ヨシキンが任されてる方のチャンネルで、まあ、普段なら絶対にしないような企画、ね、やりまして、それが次の日これですよ。体が痛くて痛くて。もう、本当に。もうね、もう本当やばいわ。もう昨日の企画は過酷やったわ。あれさ、もうね、この動画ですって見せてあげたいんですけど、もう一部の人はね、多分ね、見ることになると思うんですけど、一部の人はね、あの、見てくれると思うんですけど、もうね、多分ね、動画とかだけ見たらさ、なんかね、MC の若い女の子とね、イチャイチャしてるだけの動画とか思うかもしれないけど、あれ、演技じゃないんですよ。あの、動画の途中でいろんなハプニングとか、俺の叫び声とか入ってると思うんですけど、叫び声がリアルなんですよね。演技とかじゃないの。ね、出川とかの、痛い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 とか言ってるんじゃなくて、リアルな俺の叫び。ね。で、次の日にこれもう足パンパンで、これ、多分、ワンチャンこれはもう足の腱切れてるんじゃないかな。なぜなら歩けないからですよね。歩けないんですって本当に。マジで。もう、昨日なんてさ、仕事終わったら足引きずりながら帰ったもん。帰れへんのちゃうかなと思って。ね。もう、まあ何をしたかというと、ね。ダンスですよね。ストレッチをね、ダンスいきなりしたらね、さすがにやばいなと思って、ストレッチからやろうって話になりまして。いや、ストレッチはやろうって言って、ストレッチとかそっから動画でちゃんと撮ろうぜって。動画でちゃんと、ストレッチから、ね、ダンスに当たるまでのその振り付けとかまで全部、まあとりあえず撮ろうって。で、その中から、ピックアップして踊ってる姿だけを TikTok であげようぜみたいな話になって、まあ TikTok 準備して、YouTube でもその俺の練習してる姿とかを撮ったんですけど、もう本当に痛い。もう、これもうね、大体そうなんてネタですやん。大体体張る系でね、なんか、うわーとか、痛えとかね、無理やーとか言うのって、大体ネタじゃないですか。ちょっとオーバーリアクションで、面白おかしくやっとるでしょ。いや、もうリアルですからね。初めの、その、なんや、もう、本当に、体がさ、動かなくて、俺も自分でびっくりしたからね。こんなに体動かへんやと思って。で、もう、踊って、なんか今流行りの音楽なんか知りませんよ。ね。さ、女の子はさ、女の子の方はさ、メイン MC の女の子はさ、さ、
ダンス経験あるよ、もうこんな簡単ですよとか、ひょいひょいといけますよみたいな感じで、ひょいひょいってやるけど、ひょいひょいって踊るけどさ、たった数分の話なんでみたいな。無理だってそれ、もう死活問題だよ。死活問題って言い方もおかしいけど、もうほんと体痛い、もう無理や、もう体反応無理やね。やりたくなかった、やりたくなかったよ。でも再生回数とチャンネル登録者数を伸ばすために頑張りました。え、俺多分 YouTube でね、ここまで体張ってね、やるぞって思ったこと人生でないと思う。俺の YouTube ってさ、今までね、やる気なくね、これダラーっとしてね、もう毎回毎回同じようなこととかね、一人でウェーって悪口言って喋ってるだけでね、ね、どんな企画とかちゃんと練ってね、台本とかね、考えてとかなかったもん。人生においてね、こんな YouTube にね、力をね、使ってることないで、本当に。マジで。本当に。なぜかというと、仕事だからです。仕事なんですよ。ね、YouTube ってね、軽くね、なんかもう適当にやってたらいいみたいなね、そのダラダラ感でね、やってきた人間が仕事になると、それはね、やる気を出さないとダメでしょ？ね？企画とか台本とか全部一人でやってんだから。ね？でもそれで伸びないということは俺の責任になるから、もう仕方なし。ね？その女の子がやりたいとか言うということとか、ね？もう、考慮して、じゃあやりましょうと。ダンスしましょうって。もう渋々ですよ。絶対やらへんやん。もうわかるでしょ。だって今まで俺がね、ダンスとかそういったこととかね、やってとか言われたら絶対にやらなかったもん。もうてこでもやらなかった。もうそれがもう、やりまして、体が動かないです。ね。だから何日で治るかですよね。多分ね、その若い女の子、その子は多分気づいてないと思う。ね。たったあれだけの練習でね、人間がここまで体ボロボロになるかっていうの。これまだ次の日なんで、まあ昨日練習、昨日やって2日目ですよ。俺のイメージだと、この右足が、ね、元に戻るのに、2ヶ月はかかると思う。いや、本当に大げさな話じゃなくて、2ヶ月はかかると思う。ね。覚えてる？俺の右肩上がらない事件。右肩上がらなくなって、右肩ね、今上がりますけど、これ治るのに何年かかった？ 1 年半くらいはかかったよ。本当に。リハビリとかさ、整体通ってさ、もう1年ちょっとはかかった。もう、今日から右足上がらへん人間になるわ。もう、ほんまいや、もう痛い。マジで。だから多分ね、次回からね、そっちの会社のね、企画はね、もうあれですよ。ヨシキンのリハビリ企画とかになると思う。ね、右足を痛めたね、プロデューサーの足を治すために、ね、毎日散歩とかさ、ね、整体行ってみたとか。ますます伸びひんわ。もうそんな誰が見んのよ、そんなもん。誰も見ないよ、そんなもん。プロデューサーがそんなチャンネル見たことある？企業系チャンネルってさ、そんな見たことある？ね、プロデューサーがね、右足動かなくなったんで、そのね、治療するというかさ、リハビリ動画とか誰も見ない。もう無理や。もう無理や。もう終わった。ね、もう本当に。もう、なんとかして伸ばさないと、チャンネル登録者数と再生回数を。ね。だからもうとりあえず身内とかね、もう、その知り合いとか、本当にごくわずかの、ね、もうサロンメンバーとかね、もうごくわずかの人に、ね、登録してくれと。もうこれはもう登録してくれと。ね、プロデュースしてる、ね、チャンネル登録してくれとお願いして、なんとか登録してもらったけど、まあ、それでもまだ、100人にも全然満たしてないわ。100人は満たしてない。ね、登録してってお願いした人に関してはね、割とみんな登録してくれて、その日だけちょっと伸びたんだけど、こうなってたのはちょっと伸びた、ちょっとね、でちょっと元に戻ったけど、ちょっとなったけど、いや、それでもありがたいよ。それでもありがたい。本当にツイッターは伸びてるんですよ。会社のツイッターは伸びてるんですよ。もうツイッターなんてもうすぐ伸びるから。ツイッターなんてさ、あんなもう相互フォローとかしてさ、ね、こっそりね、同じ趣味の人にね、いいねとかさ、お願いしますとか言ったら、だいたいフォローしてくれるやん。ツイッターって優しい世界ですよ。
ツイッターなんてそんなもん、そんなに努力しなくてもさ、時間だけ、ツイッターは時間をかけたら確実に伸びるからね、いいねとかフォローとかね、あのとか同じ趣味の人なんか大体ね、リップとかしてたら大体フォローしてくれるから、もうすぐ伸びるんですよ。もう3000人くらいバーンと行ったんですね。もっと言えばあれですよ、宣伝とかね、ツイッターでターボとかなんか宣伝するボタンとかをね、あの会社の企業がお金出してくれたら、それやったらさ、もう1万とか2万とかすぐ行くんでしょ、あんなお金払ったらね。でそれをせずにね、費用をかけずにポチ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 毎日いろんな人と交流を重ねて、フォロワー数は増えてんだよ。ただ YouTube がね、 YouTube が、いやだからもう、でもやるの週一で、もう俺企画、俺撮影、俺編集の、少なくてもこの俺クオリティの動画は週一で出して回数を増やすと。週3ね。ね。その女の子はちゃんとした編集した2本、俺の、ね、出した動画で、週3。ね、週3で。これでなんとかね、増やしたいなと。ということですわ。ということですわ、もう。ね。もうとりあえず体の体調悪いんですわ、ほんで。なんでしょう、心身ともに弱ってるって感じ。もう見たらわかるでしょ。ああ、弱ったなー。あれヨシキンさんみたいな。声変わってへんみたいな。心身ともに弱ってるっていうか、これもう心身っていうのがね、本当にグッとくるね。心も体も弱ってるみたいな。心も体も弱ってる。ね、YouTube って大体それが、大体 YouTube ってね、大体こう企業の YouTube もそうだし、始めた人もそうなんですけど、大体一番のね、つまずくのはやっぱり心なんですよ。どんだけ面白い動画出しても見てくれる人がいないみたいな。ね、なぜなら検索とかには何も引っかからないから。ね、でまたどんなに面白いって言うてもね、YouTuber なんてもう今めちゃくちゃ出てるわけですよ。で動画のクオリティなんてもう本当にすごいクオリティの人とか、ね、ボン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 出てくるし、芸能人とかもボンボン出てくるの。だから一番重要なのは折れないことなんです。心が1ヶ月2ヶ月3ヶ月1年2年やっても全く伸びなくても、この、やめない、この心、強い心が大事なわけですよ。ね？それ。てかもう、もうね、まあでもしんどい。もうしんどい。ね？もう大変ですわ。もう大変です。そらね、ほうじ茶でも飲んじゃいますよ、それ。いつもは麦茶ですけど、もうほうじ茶ですよね、今日は。なんかこんだけ精神的に病んでくると、麦茶っていう気持ちじゃない。いやもうこんだけ精神的に病んでると、麦茶じゃないわ。あ、ほうじ茶だなっていう気分。それくらい体が弱ってるってことですよ。だいたい俺がほうじ茶飲むときは、もう精神的にこう弱ってるってこと。心身ともに弱ってるってことですよ。ね。なのでね、もう誰か心優しい方いらっしゃいましたらね、コラボお願いしますね、コラボね、ギャラとかはね、まあ、出ないと思っていただいてコラボね、企業だから、大企業っていうかね、大きな企業だから金で産んだちゃうんかとね、コラボしたら金くれって思う人いっぱいいるかもしれないけど。ね、結果が出してないこの状態でそんな経費は使えないんです。ね、それ使いたいよ、でもね、何百万とかね、ドーン出してね、すごい人とねコラボしましょうってできたらいいけどね、現時点でこんだけ結果が出てないのにもうそんなん言えないもん。だからもうね、もう身近な人から来ていただいて、もうコラボ宣伝はしますんで、宣伝はしますから、そちらのチャンネルにもね、ある程度もう宣伝しますから、コラボお願いします。もうコラボが無理だったら、チャンネル登録だけお願いします。ね。それはどこのチャンネルかわからへんのにね、登録できへんやろうと思うかもしれないけど、もう調べたらね、もう出てくるから。もう、ね、こっち側でね、このチャンネルやってますとか言ったらさ、アンチとか一気に押し寄せてしまってね、
もう大変なことになるかもしれないから言えないけど、もうちょっと調べたら分かりますから、ね、ちょっと調べたら分かりますもん。だってもうほとんど俺ですから、もう、ほとんど俺ですから、もう声とかさ、もう見たら分かるんですよ、もうほとんど。あれこれヨシチンさんってもう、もうほとんどもう、ね、まあもうバレるやろうなっていう気持ちはありますよ。ね、自分からは言いませんし、ね、このチャンネルですよねって言われても、うんって言うけど、ね、ヨシチンさん見つけましたよ、このチャンネルでしょって。ね、このチャンネルでプロデュースとかで声とかね、当ててるんでしょって言われても、うんって言うけど、いや違いますよって、そんな知りませんよって言うけど、わかるでしょうよ。見たらわかるって、本当に。ね、わかりますわかります。特に都市伝説とかね、そんな好きな人だったら、ちょっと考察とかしたらわかりますよ。ね。だいたい都市伝説とか陰謀論とかね、本気でね、なんか日本のためにとかね、そんな言うてる人っていうのはね、ちゃんと調べるっていうね、ことをね、普段からやってたら、こんなね、おっさんがね、活動してるようなね、そんなチャンネルとかすぐ見つかりますから。すぐ見つかる。ね。だから、もし見つかったら、まあ、かけながらちょっと、チャンネル登録。かけながらチャンネル登録お願いします。あ、これがヨシキンさんのプロデュースしてるチャンネルやなって思ったらもう、チャンネル登録。本当に本当に。ね。お願いします。もうそれか、あれやわ。俺が、オフ会とかするわ。オフ会とかして、来る人来る人みんなにチャンネル登録して、チャンネル登録してって言うわ。直接会ってね、直接会った人とかそういった信用を受ける人にはもうみんなに言うてくわ。これから。このチャンネルなんで、お願いします。登録お願いします。みたいな。ね、みんなにもうとりあえずね、チャンネル登録ですよ。チャンネル登録者数ですよ。もうほんでもう企画ですよね。もう大変ですわ。もう大変ですわ。本当にもう、でもとりあえずもうダンスはもうしていない。もうダンスはもう、ダンスはもう嫌だ。ダンスはね、ダンス嫌やわ。ダンス嫌っていうかね、まあさ、踊れるようになったら別にいいんですけど、もうこんなに体痛くなるとは、本当に。ちょっと待って、今何時？もう体痛いわ。体痛い。でもね、これ見て、今22分喋ってるでしょ？だから別に一人でもね、10分以上の動画で、ね、全然その企業の方のねチャンネル出せてないけど、別に一人で好き放題喋っていいんだったら22分とかすぐ喋れんだよ。すぐね、好き放題喋っていいんだったら。いやでもほらね、そう、印象というのもその企業チャンネルというねイメージとかなんかもあるからさ、いろいろ言われるんだよ。何回も言いますよ。社長は全然言わないですよ。本当に。もう好き放題喋ってね、ヨシチンさんの好きな通りでも別にこのくらいね、適当にバーって言っててもいいんですけど、周りのね、人がね、やっぱりね、直接的には言わない人がもうほとんどですけど、まあ、言う人もいるけど、言う人もね、誰とは言わないけどね。あんまり好き放題できない。あんまり好き放題できないです。もう人とね、なんかね、人間関係って難しいね。難しい。人間関係ってほんと難しいわ。ね、俺ってもう AT フィールドすごいですやん、大体。AT フィールドがね、もうアスカ並みじゃないですか。もうアスカ並みでしょ。もう本当に。大体もう誰が来てもね、拒絶反応がすごいじゃないですか。ティー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 みたいな。ね。AT フィールドが、ね、大体もうそうなんですよ。だから、こう、人とね、こうね、うまいことね、打ち解けてね、面白いこと話したりするの苦手なんですよ。鼻から。特に女性がね、女性とはね、うまいこといかないんです。本当に。女性とはうまいこといかない。もうこれ、もう世界中の女性を敵に回すかもしれないですけど、女、いや、悪口じゃないよ。女性とはうまくいかないっていうのは、なんて言うんでしょう。なんかね、男女とか男と女の差が未だにわからないというか、この年になりつつあっても。
ね、だからなんていうの、女可愛い女の子だからね、優しくしたいね、あのいいよいいよとか、なんかこうレディーファースト的なこととか、なんかその生態とかね、心と体の違いがね、もう未だにもうね、わからんというか、わかんない。ね。嫁さんと一緒に生活しててもね、納得できんこととかいっぱいあるし、もうね、心と感情っていうの？女の子はね、もう感情で来るんだよ。毎回言ってるけど。男は論理的に、ね、理屈なんですよ。だからね、話しててもね、うまいこといかない。うまいこといかない。だから今回はさ、この入社してね、一番初めに思ったのは、ね、チームの女の子とはもう仲良くしよう。ね、仲良く話せるようになろうと思ってさ、気を使ってんだよ。もう全力で気を使ってんだよ、これでも。打ち解けようと思って。ね。ああ、そうなんやで。ニコニコ話しながらね。ああ、そうなんや。何でも肯定的に話してる四つもりなんだけど、ね。まあ、それでもね、なんかこう、わからんことがある。ね。本当にもう、だからもう、ね、難しいわ。難しい。ね。難しいよ。もう本当難しい。人間って難しいわ。人間って難しい。本当に。あ、世の中から戦争ってなくならないんだなっていうのがもう、わかるね。わかる。世の中ね、やっぱりね、戦争ってなくならないっていうのはこういうことだなって。ね、人間と人間って分かり合えないんだなみたいな、いろいろもうなんか分かりますよね。なんかそう思う。本当に大変ですよ。大変です、ね、だからもう定期的にまあ話をして、ね、普通の日常的なプライベートの話も聞いて、ああそうなんやみたいな、ね、めちゃくちゃそれが一番ね、なんかこう努力してると言いますか、本当にね。まあでも難しいわ。ああ、難しい。なんか、考えてることが、まあ、全然違うんですもんね。だから、そんな中で、なんかこう、二人で話をして、面白いトークをして、面白い企画を練って、動画を出していくっていうのは、本当大変なんだなと。まあ、ただ、それを乗り越えたら、すごい、面白いチャンネルになるのかなっていうのもありますし、面白くなくなるのかなっていう気持ちもあるけど、ね。難しいわ。難しい。だってさ、これ例えばですけど、これ今27分喋ってますけど、これ一人だから27分喋ってますけど、その女の子が MC でこんだけね、27分ね、キャッチボールできるかって言ったらできないもん。それは。ね。だからもう、AT フィールドがすごいからですよ。俺の AT フィールドが。ね、でも AT フィールドっていうのはね、自分ではね、気づかないんですよね。そういう。ね。自分からね、壁をなくせって思うかもしれないけど、気づかないんですよ。アスカと一緒、アスカラングレーと一緒ですよ。いつの間にか AT フィールというのは心の壁だったんでって言ったら、後から気づくというかのように、ね、知らん間に AT フィールドがね、しかもまた結構頑丈なんですよね、AT フィールドって。ね、どんな攻撃ミサイルとか撃ってきてもね、AT フィールドだったら全然ね、ダメージ食らわんでしょ。それなんですよ。それなん、もう、本当に難しいわ。難しい。だから俺飲み会とか誘われてもね、まあ基本ね、行かないでしょ。もう疲れるから、しんどいから。悪気はあるんじゃないですよ。嫌いやからとかね、その人が嫌いやからとか、そういったことじゃないんですけど、なんか飲み会とかでもね、なんかもう体調崩すんですよね。だからめったなことではもう、本当にめったなことでは行かない。こうよっぽど覚悟でここ決めて、よっしゃ、今日は飲み会行くぞと。ね。確かにみんなと交流って大事ですから、特に会社なんてチームですから、ね。絶対にそれは必要なことですよ。だからそういった時は、もうここは、ここぞった時は、じゃあ今回はちょっと誘ってもらったんで行きますって言いますけど、やっぱりこの心構えというか、もうちょっとね、もう3日間ぐらい前から、よし、飲み会か、と。ね。いろんなことを何話そうかとかも、心構えを構えていかないと、ね。まあでも、誘ってもらうのは全然悪い気ではないんですよ。ありがとうございますっていう気持ちはすごくあるんですよ。逆に誘ってもらわへんかったらね、ああ、誘ってもらえんようになったっていうね、このがっかり感とかね、あるわけですよ。そういう気持ちになるって。どんだけめんどくさい人間やと思うかもしれないけど、そうなんですよ。誘われてもいかへんくせに、誘われへんかったらね、がっかりするというね、人間わかります?そういう人間。まあ、信じくんですよね、そういう時には。そういう気持ち的には信じくんですよ。なんか壁とかすごいけど、ね。でもなんか誘ってもらえへんかったら、みたいな。ああ、俺は誘ってもらえへんねん。
僕は必要じゃない人間なんだみたいな、父さんみたいな、ね、無理だよってね、僕にできっこないよっていうね、シンジ君的なこの感情になってくるからね、本当にそうなんだよ。だから誘ってくれへんかったらね、もうね、精神的にね、こうなるくせに、じゃあ誘われてもいかないというね。もう、こう、あれですよ、次の、もう歓迎会とかはさ、もちろん行きますよ。ありがとうございますって行きますけど、あの、YouTube の、あれ、ね、他に、年始の、なんか、ね、飲み会とか誘われても、誘ってくれてありがとうっていう気持ちはあったけど、まあ行かなかったけど、ね、誘われたけど、ね、そんな普段から交流がある人じゃないし、なんか誘われてもちょっと行くの、ね、怖いなと思って行かなかったけど、誘われたけど、ね、だ誘ってもらって悪い気持ちではないんです、ね、誘ってくれてありがとうっていう気持ちとともに、ね、ありがとうっていう感謝を持って行きませんって断ってるから。あーでも大変や、もうしんどい、あー怖い、もう本当にね大変ですわ、職場で YouTube でやってくるの大変ですよ。だからもうそれこそワンチャン、もう社長と俺と編集の女の子も3人くらいで動画撮ってもいいんじゃないか。もう社長とやったらやりやすいと思う。いやむしろもう社長 MC で俺喋るから2人でやって、それ編集の女の子が編集してくれても、社長がやってくれるんだったらもう2人でもいいですよ。もうということですよ。もうとりあえずね、もう本当に体痛くてね、喉も痛いんで、もうこれで終わりますね、ありがとうございます。お久しぶりに30分も喋らせていただきまして、メインチャンネルもね、知らん間にどんどん登録者数減っちゃうんでね、キープだけお願いします。チャンネル登録してる人はそのままお願いしますね。今からチャンネル登録&ね、高評価お願いしますとは言いません。現在チャンネル登録してる人はそのままでお願いします。はい、以上よしきんでした。バイバーイ。オタクのエイヤチャンネル登録よろしくね。